昨日、優勝をかけ近畿選手権のフリーの演技に臨んだ高橋大輔選手。フリーはブノワリ賞振り付けのペールグリーンゴースト。真剣勝負ゆえの厳しさ、しかしそこに宿る美しさも見せた4分間です。演技の直後見せたのは苦笑い。いや全然ダメだったわ、滑らんかった。髙橋大輔さんの得点やば、 118.54 優勝は世界選手権5位、20歳の友野一希選手。
4年のブランクは拭えなかったが、メダリストの意地を見せた高橋選手。フリーの方はすごいショートの時よりか体動いたんですけど、まあ、やっぱり緊張感からなのか、まあ、うまくできず、人生の中でもここまでボロクソしたことないんじゃないかっていうぐらいボロボロだったのでまあそんな姿を見せてしまったなということになんか申し訳ない気持ちがいっぱいです。しかし演技構成点では1位に立つなど、華麗な演技にファンは称賛を惜しまない。ああもう涙が出そうな感じで、32歳で現役ってそれがすごいと思います。スコアなしのところから昨日のあの演技で、私はもうあれでも素晴らしい演技だと思ってます。新たな物語はまだ始まったばかりだ。